Can't wait to leave this town, cause lately I've been feeling down. The cold nights just don't feel the same.皆さんこんにちは、レガテドリブル塾の翔ちゃんです。今日はギャレス・ベイルのドリブル塾をやりたいと思います。ベイルの武器は圧倒的なスピードと並外れた身体能力、そして恵まれた体格にあります。今日はそんなベイルが試合で見せたドリブルテクニックを5つ厳選してご紹介していきたいと思います。はい、1つ目のテクニックはベイルがサウサンプトン時代に使っていたテクニックです。状況としてはサイドのタッチラインで相手と1対1でボールは止まっている状況でした。そこでベイルはボールを浮かして相手を抜き去ったシーンです。やり方としてはインサイドでボールの下をチップキックするみたいな感じでボールを浮かしてました。でチップで浮かした後すぐにチップした足を流して、そのまま次はインステップでボールを逆方向に弾いてました。コツとしては最初のインサイドでのチップの時に軸足を少し前に出すのがポイントです。前に出すことでファーストタッチとツータッチ目をスムーズにやることができます。2つ目のテクニックは足裏を使ったターンです。状況としては味方選手からパスを受けてターンするシーンなんですけど、相手ディフェンスが来ていたのでそこで素早くターンをするために左足で引いて右足で弾くイメージでターンしてました。コツとしては素早くターンするために左足で引くと同時に体の向きを変えることがポイントです。でここで変えながら次の2タッチ目で素早くボールを弾きます。テクニックはビハインドターンで相手を抜いてたテクニックです。状況としてはベイルはドリブルをしていたんですけど、一度止まって足裏でボールを止めます。で相手ディフェンダーを引き寄せてビハインドでターンして抜いてたシーンです。コツとしては一度ボールを止めた時にしっかり相手の状況を見ることです。しっかり見て相手が来てる方向を確認してから一度体を入れるような振りをして、そこで素早くビハインドに移って相手を抜き去るのがポイントです。はい、次のテクニックはステップオーバーからの股抜きのテクニックです。状況としてはベイルがサイドのタッチラインまでボールを運んでいて、一度相手が来てるのを分かってたので体の向きを外に向けて下の方向にパッチすると見せかけて、ここでボールを内にまたぎます。ここで一度またいだことで相手ディフェンダーに下がってくると思わせた時にすぐにアウトのタッチで股を抜いてました。コツとしては体の向きが大事で、体の向きを外に向けることで相手を引きつけて、そこで空いたところの股をアウトサイドで抜くのがポイントです。最後のテクニックはベイルの圧倒的なスピードを生かしてゴールまで行ってたシーンです。状況としては自陣の低い位置からベイルがドリブルしてたんですけど、前に大きなスペースがあったのでベイルは自分のスピードを生かすためにボールを強めに蹴り出してダッシュしていました。コツとしては体の使い方がとても大事で、一度相手にぶつかられるんですけど、その時にタッチラインから外にベイルは押し出されるんですけど、そこで肘を使って相手の前に入ることで、あとはベイルのスピードを生かせば相手を抜き去ることができるので、ここでしっかり上半身を使って相手の前に入るっていうのがこのテクニックのポイントです。
はい、いかがだったでしょうか。以上がベイルのドリブル塾でした。今回の動画が良かったと思っていただけたら、ぜひグッドボタンの方よろしくお願いします。まだチャンネル登録がお済みでない方は、今後もこのようなサッカー系の動画をどんどん発信していくので、ぜひこちらの方からチャンネル登録の方よろしくお願いします。今回のようなドリブル塾シリーズはこちらのプレイリストにまとめてありますので、まだ見てない方はこちらの方もチェックしてみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。 See you next time.